はい、はいはい、6試合目、お兄ちゃんのデルタプラスと、高梨さんのケルディムで、イオンさんのインパルスと LLM さんのバサーゴにお願いします。あれもうちょっと冷静で勝っとった。インパ視点も取ったし、デルタ視点取ったっけ、覚えてない。何の視点取ろうかな。ケルディムは取ってないな。ケルディムでいこう。これなんかケルディムが自由に動けそうな感じのペアでもある気がするけど、あれもまあデルタが相方、まあデルタ敵に回らなかっただけマシか、マシですかね。メイン打たれ続けたらうっとしいでしょうか。簡単にはやらせませんよ、はい、インパとバサーゴ、なんか結構おとなしめの期待ばっかり。お前は俺が倒すんだ。これメインメインメイン3つ目避けられてしまう。この間にデルタが被弾して、おっとインパルス置き攻めでガンガン削っていく。ビットでダウンさせるが、しかしここでシールドビット見てからちゃんと引いて、あのメインはさすがに避けれないですね。しかしデルタがもう半分削れてる。ナイス置き攻めメインでした。今のはうまいことダメージを与えてシールド、うまいことシールドも隠せば貯めて、バサーゴの援護は避けてメインは外して、おっと今のメイン当たるんですかね。ちょっと怪しかったですね。そしてバサーゴが少し粘ってくる。相方からもう持ちません。ノーダメージ、これはもう映るのか落ちるのかちょっと悩む展開ちゃいますかね。ここで自分にシールドビット貼って、フワッ相方落ちてビット回収。メインはーっと避けられてしまい、まだ大丈夫、ワンチャン、全然ワンチャンありますよ。マサンはね、やっぱケルディムいたらゲロビちょっと打ちにくいんですかね。そういう感じの動きしてる気がします。ここでインパからダメもらって、そして落ちていく、インパが落ちていく。ここでメインが宮下外れて、インパは堂々ゲロビを流してバサゴにメイン当てて、デルタはまだノーダメ。もうこれ完全に蹴れても落ちる気ないっすね。3年いなかったらまあ俺追い切れないだろうみたいな感じですね。これインパが追ってきて、しかしまあ軽く逃げる。この間にビット溜まっていくの強いですね。おっとゲロビ今の上手いですね。バサゴよく見てました。おっとここで一気に体力調整崩して、これはもう落ちるでしょうね。これデルタも幸い HP だいぶ残してるんで全然落ちれますよ。格闘でインパルスいなして相方にビット飛ばして、バサーゴを見て、あインパルス後ろ追ってもそこまで怖くないですね。ここでメイン当ててバサーゴを寝かして置き攻めは失敗。ここでデルタ覚醒、長い間使いませんでしたね。ここでおっとインパルスオーバーヒアバレしから覚醒。弟当たっていたデルタを半分減らして、おっと今の格闘を置いているのがでかかったですね。当たりましたねあれでインパルス。ここでおっとこのメインメイン飛車からのメイン当てられて落ちて、この状況でデルタが耐えれるかな。ここでバサーゴはデルタに攻めてナイス横が当てて、おっとケルティブが覚醒。おっとバサーゴいい横暴れ今の。さらにシールド重ねてメインはきっちり避け切って、おっと格闘とサブの相打ち。しかしこれはインパ少しまずいか。さあどうする、ここは守りたい。しかしこの状況かなりケルティブ怖い。ここでバサーゴ覚醒叩いてデルタを狙っていく。横角当てて前角当てて、しかしこっちも格闘当てる。これはいい勝負ですね。これどっちが勝つかまだ分からない。ここでメインおっと避けて、うまいこと避けましたね。メインはおっと避けてそしてここでインパルス、おーインパルス今のオーバーヒーだったのに勝ってしまった。勝利したのはバサーゴとインパルスのチームでした。途中一気に体力調整崩されたのがでかかったですね。はい、7試合目、ユーリさんのウィングと EW ウーマンね、で、エビゾーさんのフラワーダブルデータ、マリサさんのニューガンとタワーさんのゴトラガンダムでお願いゴトラガンダムってないね、ゴトラタンでお願いします。さっきのなかなかジリジリしていい戦いになってましたね。接戦でした。最後あれデルタ落ちてなかったらインパルスだいぶ危なかったですね。あサブから突破かまでありますけど、さらに CS から突破かもある。まあでもそれで耐えれとったからちょっと怪しかったかな。ファイトの様子をよく見ろって言ってる間にドッグファイトライブ、
あ、これゴトラタンフラワーとか見たいな。ならんか。ゴトラタンガンダム EW と、じゃあウィング EW 版とダブルゼータと、ニューガンダム、ここは、ウィング EW 版ですかね。覇王勢入りませんか。みんなあるで。おっとゲロミ流していく。みんな離れてろ。相方から当てられる。いけなんか体力同じくらい削れてますかね、あいつの自分。これ前に出てメインで至近距離アメキャンで降りてダブルゼータ削っていく。これはもうダブルゼータ先落ちの構えが見えてきますね。まあ事故らされてなかったらね。おあれはおっと隠し当てで、しかしあのバリア中ちゃんとアシスト当てとったんでね。あでもあれダブルゼータ全然後ろいけますね。ほんとニューにうまいこと流して、しかし隠しもらったから少し痛いか。エルカからふわって後ろ受賞からのアメキャン、これでおーっと薬物弾薬味方ごと焼いていく。ここで CS あーっと甘えて完成ジャンパー許さない。しかしゴトラタンノーダメージ。あーまあこれはまあ全然あるんじゃないですか。おっとここでダブルゼータいい CS を置きましたね。今特殊外してこれダブルゼータの HP を狙って削りたいところアメキャンで当てて、はいバリア覚醒避けきれない。ゴトラタンもあれは追いきれなかったんですね。さすがに CS 当てられてな受け身取ってバリアニューはちょっと怖いですね。さすがに。おっと今のはゴタラタンのゲロビがちょっと流れたが、しかしニューガンをちゃんと落としてくれている。これメイン当てて、おっとこれはニューガンダムに行くのか、ダブルセンターに行くのか、ちょっと迷ってる感じが。ニューガンダムに行くのか。これはサーバー当ててクラーマー状態のダブルセンター追い回そうが結構有利な気もしますけど、ここでおっと覚醒叩いてゴタラタンはちゃんといらしていましたね。ニューガンダムこれメイン特殊外して後ろにしておっとゴトラタン横上がりで、これまずい。おっとナイスシールド、メインメイン特殊外しかしシールドしだが削られている。これはゴトラタンの覚醒とダブルゼータの覚醒でどうなるか。あっと危ない、ニューガンが結構残しますからね。こういう状況つらいですね。おっとメイン当ててワンチャンスができる。早く脱ぎたいところダブルゼータは。ゴトラタンがメインで追って、おっと隠し当ててこれゴトラタンも隠せ。あーっと隠されそのまま死に切って勝利したのはダブルゼータとニューガンダムのチームでした。最後はゴトラタのカットでね、覚醒でスーパーマンだったのが痛かったですね。はいラスト2回、第2回戦のラスト、ソソンソさんのリボーンズと日高アスカさんのインパルス、店長かわいいボットクシャドリアとソウスケさんのレッドフレームでお願いします。ちょっと俺負けてしまったんでレッドフレームに頑張ってほしいところですね。俺負けたよさっき。はい、ボット勢が3人ともこれで勝ち上がれるかどうか決まりますよ。あれ3人ともちゃうか。もう忘れた。天竜かわいいボットさんは勝ってたね確か。はいドッグバイドライブ。あーもう全機体映したなこれ。クシャドリアリボーンズ対インパルスレッドフレーム、どうしよう。じゃあまあ面白そうな期待がいいですね。ということでレッドフレーム、別にひいきとかじゃないですよ。いきますよピンさん。しかしこれ相手リボーンズクシャドリアレッドフレームはもう地獄の組み合わせだと思いますけどね。硬すぎて笑えないみたいな。中距離で勝てる要素が一切ないですから、まあ、うまいこと避難せずに立ち回っていって冷静にいきたいとこですね。ここでファングからなんかよくわからない目当てるが、リボンズのダウンをきっちりとインパルスが取ってゲロビは当たらない自由落下で、メインサムでアラート鳴らしてきちんと逃げていく。特殊射撃汗せうまいこと避け切ってリボンズが少し避難する。まあいい感じでロック集めてますね。まあ冷静に立ち回って、まあ、無駄な避難は避けないとこですからね。これおっとなんかちょっと CS 貯めて、おっとあの CS 当たってしまうか。しかしきちんとシールドしてちゃんと逃げて CS はあとちょっと弾速が足りなかった。リボーンズがだいぶ減りましたね。前とくよく外してメイン特殊、メイン特殊特角当たる。これおっと無深くクッシャドリアだけ当ててリボーンズがどっか飛んでいく。インパルスがリボーンズ追い立ててリボーンズ落として、これはかなり有利ですね。アクシャドリア、でもアクシャドリアが結構体力残してるんで、まあ、それ次第ですかね。あと学生これリボーンズキャノンメイン一発当てて
シャトリアー追ってくるアストレを。ポーズ守ってあげた方がいいんちゃいますかね。ここでインパルスがなかなかリボーンズ相手に、おっとここで横さば当てられる。インパがなかなかリボーンズ相手にプレッシャーをかけてるんで、レトレもそこでも立ち回りやすいですね。横サブは今のちょっと惜しかったと思いますけどね。ここでインパルス覚醒、メインオークシャトリーに一発当てて、しかしインパはいなされている。リボーンズやっぱもう一回硬くなろう思ったらめっちゃ硬いですね。全然減らないです。ここで横サブはきちんと見てから避けて、シャトリアの覚醒を無駄にしていくが、その間にインパルスさすがに落ちきってしまう。まああの2対1はさすがに無理。メイン特殊からの覚醒、特覚はしかし不確定でした。あのシャトリア、お前強かったなあれ。横角で追うが、さすがに追い切れない。ここでリボンかなりブーストを使ってたので覚醒叩きましたね。おっとインパルスのオーバーヒアマネによってリボンズの覚醒を無駄にしていく。ここであっと今の特覚当たらない。ここでシャトリアがメインを当ててアストレ落としていく。だからリボーンズかなり減らしてるし、シャトリアはもう落ちかけなんで、結構こっち思ったよりいいゲームメイクできてますよこれ。そこでアットシャトリア N 様当ててガブラストレート当てられて落ちて、相手の体力調整はなかなかいい感じなんで全然両方ええ感じですかね。これリボーンズがサブを追ってくるがきちんと見てましたね。これ後ろ席アンバルバル、はいシャトリア覚醒、ちょっと焦ったか。バルカン振ってシャトリアが攻めてくる。リボンズも合わせて一緒に攻めて、しかしインパルスできちんと避けているぞ。あれはあとこれはちょっとまずい。インパルス2対1、おーっといい闇打ち入りましたね。特角からの生すぎり280コンぐらいかな。これはかなり減りましたね。その間にしかし相方はもう持ちません。相方は必死に助けに行く。これは特角ぶっぱ入って出し切り CS、 あーっと CS 当たりきらない。あれ CS まで入ったら280減るんですけどね。ここでガガは避けて、あーっとこれはナイス、よく見ていました今の。ハメメイをきちんと横すり避けて横角当てて勝利したのは、レッドフレームとインパルスのチームでした。